せねえや。剣話はよそ。話すこともないのに必死に話題を探すなんて滑稽だからね。ini seharusnya yang hari ini ketemu sama Eula ya. Itu ya enak juga. Oh, boleh sama Eula, sama Idia. これ、エウラ、それにイディアも。あ、旅人にパイも戻ってきてたんだな。Yes。どうだ、ちゃんと休めたか。I am feeling refreshed。それはそうでしょうね。私の住処であるここの環境は砂漠の中にあるくせに、それは申し分ないものですから。これはここの数少ない長所の一つです。そんなに卑鄙しなくても。本当のことを言っただけですよ。何せ砂漠は嫌な思いに満ち溢れてますから。私にとって砂漠は、そうですね、汚い泥のスープみたいなところです。妙な比喩だな。でもイディアに言われなかったらオイラも忘れてたぜ。この心境がまさか砂漠の中にあるなんてな。いやいや、これ juga sampai lupa loh ini. Gurut pasir tempatnya. わかる。ここの空気は全然乾燥してないし、それどころかウリンにいるような気分だ。私はウリンの空気にかなり馴染んでるからな。どうやらみんなゆっくり休めたみたいね。さあ、北の森へと出発しましょう。行ってらっしゃい。私の分まで頑張ってきてください。OK、イディア。あら、別れの挨拶なら不要よ。みんなの中にはもちろんイディアさんも含まれてるもの。いや、ditarik juga ujung-ujungnya。Tarik dong。待ってくださいよ。私ってただのマスコットじゃなかったんですか。逃げちゃダメだイディアさん。遊園フェアの管理人がお前を待ってるんだ。確かこう言ってた、イディアにしかどうにもできないって。 So fairground? Fairground? ええ、私とコレイが森で見つけたの。その遊園フェアエリアを管理してる人はソロン派の学者らしい。マンタマ？え？学者？森の地脈でも研究してるのか？はあ、ここに彼女に研究できそうな地脈があったらよかったんですけどね。でも誰のことかは分かりました。やっぱり私もついていきます。apa tiba-tiba berubah pikiran? Aneh. Oke. Part 2. Mulai. Go to forest in the north. Kidding, Mira. Jauh banget. Get.Oh, tetap lagi kah? Kok bingung sih ini? Domain gak bos, tapi kok masih ada momen? Aneh juga sih pokoknya. Oh, di situ kah? Oh iya. Tenge to mai. Ah, ini. Tar saja.Oh, ini dia. Arah, ya, toh, ada kakak kita kereta minta. Wait, wait, itu matanya biru juga. Dan rambutnya biru. Ini makin aneh. Makin... Ke depan kayaknya makin aneh gue liat. Matasete gome, Meimomu-san. Idia-san mo tsurete kita yo. Arigatou, Korei-san. Maimuna. Idia-tara, hisashiburi ne. Hontou ni kite kureru da nante omowanakatta.あなたのことだから
てっきり誰にも見つからない場所で一人メソメソ泣き続けてるのかと思ってたわ。なんだかひどい言い草ね。でもこんな評価を聞くのも初めてじゃない気が。わかりましたよ、泣きます。今ここで泣いてやりますからね。そんなはいはい、私が悪かったわ。それでこちらのお二人は？はい、I'm Jigstar。 こんにちは、オイラはパイモンだぞ。みんな、私が招待した頼りになる助っ人なんです。あ、私と同じように扱っちゃダメですからね。ええ、お二人ともこんにちは。私のことはメイモムと呼んでね。じゃあ、挨拶はこの辺にして、みんなついてきて。Oke, di mana? Wow, ada tempat sirkus. Interesting. Oke, banyak wahana. Banyak kali wahana. Wah, di dalamnya ada tempat sirkus. すごいでしょ。私が一緒に作ってあげたんですよ。お祭りやこういうフェアにはやっぱり綺麗な巨大テントがないと。オイラの予想通りだったぞ。イディアって謙虚だとは思ってたけど、人の前で才能をひけらかさないタイプだったんだな。あれ、どうかしたの？これごめん。こんなこと言っていいのか。ちょっと興ざめになっちゃうかも。What？ やっぱ。平気よ。思いついたことをそのまま言って。ここっていろんな屋台が並んでるみたいだけど、店主もいなければ遊んでくれる人もいないのが、なんか。寂しそうだなって。itu betul juga sih kore。何を隠そう、ここは本来賑やかなところだったはずなの。それが数日前に何が起こったかは知らないけど、心境全体がまるで天と地がひっくり返ったみたいになった。そうなのよ。ホイールにあるすべてのものが落下してテントにぶつかって、テント中の消灯が天井から落ちちゃって。What？ Starlight？ え？消灯って？そう。誰かさんがお祭りには綺麗な照明がないとなんて言いながら作ったあの消灯のこと。消灯が落ちた後、テントの内部はもう大騒ぎだったわ。水系元霊も閉じ込められてしまったの。じゃあ、そもエドルネット。そんな打つ手なしって時に、ローレンスさんという方が自ら手を挙げてくださって。ローレンス？え、スポブヤウラ？待って、自ら手を挙げたって？ええ、あの人は私の警告など一切構わず、毅然とした態度でテントに入っていったの。それから。それから？え、では、マキラ。もう、もったいぶるなよ。その後、どうなったんだ？どうもこうもないわよ。彼は私の水系元霊のお友達と一緒に中に閉じ込められてしまったの。Yet another victim。そんな、メイモムさん、放っておくわけにはいかないよ。わかってるわ。でも、中の状況のややこしさはあなたたちの想像を上回るかも。どうか心の準備をしっかりしておいてね。ここで何の根拠もない議論をしたって時間の無駄よ。みんな揃ってることだし、現場を見て判断しましょう。
ついてきて。Andai rumah yang gede sih. Tapi jebaknya maksudnya terjebak bagi. テントの中はもともと巨大な舞台だったんだけど、心境が揺れ動いてからその中の状況も変わってしまったわ。ここに吊るされていたはずの照明も消灯と一緒に落ちてしまって、修復作業をかなり邪魔してるの。通路が歩きづらくなってるってことか。主な原因は照明よ。皆さんは舞台に上がった経験は終わり？照明が当たれば全ての視線は舞台にいるものに注がれる。うぅ。いや、バグスバッコーレ。私はちょっとあんな風に見られるのは苦手だよ。視線がこっちに集中しちゃうと気分まできつくなるんだ。私もです。喋ることすら苦手なのに、そんな大勢の人に見られるなんて、考えるだけでゾッとします。やっぱりまだ吹っ切ることができないのね。うん、笑わないでほしいんだけど、頑張って直そうとはしてるけど、やっぱり克服できないことがあってさ。人が多いこととか睨まれることとか。笑うようなことじゃないわ。それに知ってる？他人の視線が気になることだって別に悪いことじゃないのよ。少なくとも私はそう思ってるわ。だって自分に厳しい人ほど他人の期待を裏切りたくないと思うものでしょ。君はいろんな方面の資質があるわ。もし私と同じように小さい頃からダンスの練習をしていたら、今は私よりも踊りが上手だったかもしれないわよ。いやいや、そんなの絶対にありえないから。ラテンダンス。私にも無理。本当に共感できるよ。じゃあ時間があったら私のところへ学びに来てはどうかしら。いつか君も優れたダンサーになれるかもしれないわ。その時が来たら外界の光に怯える必要なんてないほど輝けるはずよ。みんな、itu betul sih untuk arahannya。エウルアってこうやって話をしてる時ですらすでに輝いてるよな。本当にいいのか。実は心の中で私が不器用だって笑ってたりしない？うん、君の中では私ってそんな印象の人間なわけ？どうでもまでか。いやいや、わかった。学ばせてもらうよ。よし、私からの警告は必要ないみたいね。とにかく幕を開けたらすぐ舞台が見えるはず。Not the rice. Yeah, what's that? Okay. Tomato. Huh?されているみたいですけど、なんとかして元通りに戻さなくちゃ。まずは消灯を支えている足場を上昇させて。私の記憶が正しければ周りに舞台を制御できるスイッチがあったはずなんだけど。ブドル、ini kayaknya terlalu besar dalamnya ketimbang gua lihat dari luar. Interesting. ProbablyAlright.
Oh, itu hilang satu ya caranya. どうやら色レンズを差し込んで照明の色を変える必要があるみたいだわ。Satu buat doang tuh. Suara makin banyak ya. Oh, besar. Ike! Ketsou seyo! Sore! Hei! Yop! このレンズは通過する光の色を変えられる。つまり二重の意味で色眼鏡ってわけ。メイモム、お前もしかしてセノの知り合いか？そんな人知らないけど、どうしたの？なんでもない。二人はきっと会話がはかどるんだろうなって思っただけだ。本題に戻るわよ。早速開かれた通路に行きましょう。Oke, gua cuma penasaran kita kota. Ternyata tidak. Gua rasa ada bom. Tidak bisa. Ada kota. Dareka? Dareka inai ka? Tasukete kure!まあ、デジポポニャ。レッシグローレンス？何者だ？この私のフルネームをそのまま呼ぶなんて失礼だ。こんなに弱ってるくせによくそんな口が叩けるよな。ポポニャ、いらっしゃい。確かにローレンス家のものね。こんな状況になってもなお無意味な礼儀作法を気にするなんて。どうして君が、この私を嘲笑いに来たのか、エウルア。そんなこと少し考えたらわかるでしょ。わざわざ私を挑発する必要なんてある？もちろん私の助けを借りないって選択をしてもいいわ。貴族は生まれながら自立するものであり、他人に助けを求めてはならぬ。そうでしょ？そうだな。おかげで目が覚めたよ。私は助けなどいらない。エウルア、きっと本心じゃない。喋り方が硬いし、こっそりとお前の反応を伺ってる感じもするんだ。治癒士として私はこの人には助けが必要だと思う。分かったわ。うん、長い時間閉じ込められてる間にもう礼儀正しい喋り方を忘れてしまったみたいね。本当に笑えるわ。みんな行くわよ。このどこまでも対面にこだわる者に舞台を譲ってあげましょう。ちょ、待て待ってくれ。止まれ。本当に私を放っておくわけにはいかないはずだ。私たちは同じ血族の仲間なんだぞ。必要な時に私を助けることは君の意向に何の傷もつけやしない。そして私の無様な姿も君の技巧によって人の目から隠せるだろう。これは一族の異名と尊厳を守るための行いだ。それは君が考えた一番いい言い訳なのかしら。一族というレッテルでなら私を説得できるとでも？自分の軽はずみな行動を反省すべきよ。君を助けるために私たち一行はここまで駆けつけたの。私はローレンス家のやつってみんなこうなの？
か？対面が命よりも大事だなんて。I did come all the way here to see him. はいはい、そろそろマスコットが雰囲気を和らげる時間ですよ。Nice timing, idiot. エウルア・ローレンスさんにレシグ・ローレンスさん。ほらこれ、一人一つずつね。なんだこれ、キャンディ？はあ、ありがとう。あ、この匂い、色レンズと一緒だ。レンズ？そうそう、甘いキャンディを食べると気分も良くなりますよ。ありがとう、マスコットさん。だいぶ良くなったよ。この人が他人にちゃんとお礼を言えるだなんて。エウルアさんはね、この数日あなたのことをすごく心配してたんですよ。何回も私にあなたの行方を尋ねてきたんですから。これで二人は巡り会えたし、私もあれこれ聞かれずに済む。めでたしめでたしです。言っておくけど、この人の安否なんて気にしてないから、勝手なことを言わないでちょうだい。強情って点ではエウルアもいい勝負だな。ぶっとるつかり。オイラもそう思うぞ。そんなに勝手を言いたいなら、せめてキャンディーをもう一つちょうだい。やめたらはじ。ああ、もちろんいいですよ。キャンディーならまだまだあるので。すまなかった。私が悪かった。皆さんに多大なご迷惑をおかけしてしまった。やっぱディーティーブティーブブルーバーシーカップ。お？最初からそう言えばよかったのに。ただいま。あれ、みんな話はもう終わったの？どうして揃って私をじっと見てるの？いやいや、気にするなって。じゃあ早速片付けて消灯の修復作業を続けましょう。あ、レッシグさんは体調が良くなかったら無理しないでね。休める場所を探してあげますよ。ちょうど私も疲れたし。ええ、うちのいとこのことは君に任せるわ、イディアさん。レッシグ、けじめをつけるまでに喋れるくらいの力を回復しておいてちょうだい。Eh, kita naik lagi. Tak ada kuota. So, ne. 引き続き足場を上昇させられる方法がないか探さないと、照明みたいなギミックを探してみないといけないかも。変だわ。あの人は本当に私の知ってるレッシグなのかしら。昔の認識に頼るだけでは正しい判断はできないのよ。人は変わる。そして人はいずれにしたって選択できるものなの。あそこにしずくちゃんが。水系幻霊のことね。まさか幕の中に閉じ込められてしまうなんて。無事みたいで何よりだわ。What? Oh.なるほど。What?
What happened? Wait a minute. Puzzle. Demo. Palsu tu. Atau palsu tu. What? Kok bisa pindah itu? Very interesting. Aneh. Soto kara mitemo juuban dekai tento natta kedo, masaka sono naka wa motto dekai koukan ni natteru nante na. Maa, fushigi na tento da kara. Naka wa mitame yori hirokatta nante iu no wa monogatari ni yoku aru pattern de shou?Jadi kalau terpantau tu, kayak tinggi banget. Jadi kayak gue liat cuma setinggi pohon, bahkan pohon aja lebih tinggi. Jadi di dalamnya tinggi banget. Mata, atarashii michi ga detekita mitai da. Koko te ichiban ue no sou no hazu da yo na. Anshin shite, mou sugu tento no teppen yo.最後は消灯をテントの最上部から外へ上昇させること。うん、崩れたから気づいたけど、半分の高さまで上がってきてみると、この足場ってグランドバザールの舞台にすごく似てるわね。みんなグランドバザールには行ったことある？ないわ。ティナリ師匠と一緒に何回か。いろんな商人たちがいて、すっごく賑やかなんだ。運がいい時はニーローの舞台も見れるしな。あ、いつグランドバザールやもん。あ、そう。ふん、スメールのダンスね。話を聞いていたら私も見たくなってきちゃったわ。帰る時にそこを通れるといいんだけど。通れなくても大丈夫。エールアが見たいなら今度私が連れて行くよ。いいわね。じゃあ約束よ。We have been to the Great Bazaar? そうだな。オイラたち何回も行ったよな。もう数えきれないくらいだぜ。そうなのね。私の父さんは昔グランドバザールでお祭りの準備係をやってたから、お祭りが開催されるたびにキャンディーをもらえたわ。子供って単純よね。キャンディーが食べられるだけで楽しかったの。それでお祭りやフェアってすごくいいものなんだって思うようになって、同時に父さんのことをすごいなって思ったの。大人になったら絶対父さんみたいな人になりたいってね。でもメイモムさんって教令院の学者なんだよな。私が知ってる限り学者って休み時間も費やしていつも研究課題と戦ってるから。メイモムさんはもしかしてお祭りの手伝いをする時間がなかったとか？ええ、お見通しね。自分がなりたい人間と両親がなってほしい人間の二択から私は後者を選んだ。でも楽しくなんかなかったの。エウルアの状況とは真逆なんだな。今はもう気づいているのよね。だからこそここにこんな屋台を用意してお祭りの雰囲気を作り出した。そう。それでも私は思うように楽しめなかった。私気づいたもん。お祭りに参加することとお祭りを開催することとは違うって。子供の頃は何も考えずに楽しめたけど、代わりにその裏では家族が大きな苦労をしてたんだわ。父さんは
お祭りを準備するのがどれほど複雑で大変なことかをよく知ってたからこそ、私に学術の道を歩んでほしかったのね。はあ、結局のところ私はどっちもうまくできなかった。投げやりになって砂漠で地脈の調査をしていたら、うっかりここに落ちてしまったの。せっかく願いを叶えるチャンスを手に入れたのに、成果が破壊されるのを見て立ち直る勇気を失っちゃった。メイモムさんは自分で言うほどダメな人なんかじゃないと思うよ。あまり気を落とさないでくれ。だって変わろうとする勇気を持ってるし、今までずっと私たちを積極的に導いてくれたじゃないか。どれも本当に投げやりだったら絶対にできないことだと思う。これ自分の状況ならよくわかってるわ。わざわざ私を慰めてくれなくても。慰めるってほどじゃないよ。ただ行動は言葉より本心を映し出しているってこと、本人は時々意識できないものなんだ。この理屈もイウルアから学んだんだ。ふーん、何が言いたいのかしら。いやいや、やっぱり早くショートを直そう。ええ。わけたおで wujudnya kayak bukan wujud manusia deh yang mata biru. Kesini pada nanti ada itu. Oh, ada dua. この色レンズは光に溶けやすい材料で作られてるのよ。なんだか甘い匂いがするような。レンズにゃレンズや。どこで開けたの。おー、わたおで差不多でね。Tidak bisa. Kecuali hari ini ada. Macam begitu. Kotak lagi. Ih.Nah, sekarang gardennya udah kebuka juga. Kita masuk. Cepatnya. Daham. Yuk. Biar saja.上昇させるにはテントの天井を開けなくちゃいけないから。あ、どこかやだ、アイルディアとセット。いや、アイル。いろっちょ。えい。Kayaknya si Maimuna itu dia dulu masih ada ya gitu.
Kalau dia udah rambut biru sama matanya biru, aja jangan dia jadi idolanya. Jadi tiga yang bersaudara itu juga jadi idolan juga dong. Ada yang gua mau cek habis cakapan ini. レッシグさんならほぼ回復したので安心してください。こんな私でも他人の面倒を見ることができるなんて悪くないですね。また自分の長所を一つ見つけることができました。これって心配すべきなのかほっとすべきなのか。巨大な、待て、さっきの影が、あ、あと、どうやら完全回復するまでにはもうちょっとかかりそうですね。そっちはどうでした？順調でしたか？もちろん、旅人とパイモン、コレイさん、そしてエウルアさん、全員合わせたらあなたの約40倍くらいは頼りになるってところかな。なんだ、たったの40倍ですか。私って結構やりますね。自分の方が劣ってるってことさえ受け入れれば腐敗の立場に立ったも同然ってことか。恐ろしい根性ね。まるで切っても切っても切れることはない川の水みたいだわ。あれ、どういうことだ。私はなぜテントの外にいるんだ。そうだ、エウルアに会って、それから頭が。これは治療がもたらす副作用の一部といったところですね。レシグさん、意識ははっきりしてますか？まだ少しめまいがするが。Sorry, I'm scared to ask what kind of treatment he received. レッシグローレンス。エウルア。はいはい、わかったよ。おとなしく君と一緒にモンドに帰る。それに、過激な手段をとってもローレンス家を再興するなんて、もう考えないと約束する。おかしいわね。いつの間にこれほど物分かりのいい人間になったの？Ya, itu aneh juga sih untuk klannya Lawrence. Sate, so iu koto nara, hakujou sebeki koto wa fueta tte koto yo. Jigau? Watashi wa... Saisho wa tashika ni Lawrence-ke saikou no tame ni koko wo otozureta. Sore nitsuite wa mitomeru yo. Da ga koko made kuru no ni, nagai jikan ga kakatta. Michi ni mayou koto made atta yo.リーウェとスメールを旅する間に財布をなくして野外で暮らす時期さえ。あの奇妙な感覚が君にはわかるか。私は気づいたんだ。そこでは誰も私を知らないし、ローレンスを気にする人もいないんだってことに。君も私も枷に縛られて育ったガラスの駒だ。貴族らしい振る舞いを心がけるよう教えられたにもかかわらず、一族の外ではこれのせいでモンド人からないがしろにされる。忌み嫌われ憎まれること、そして教育への固執、この全てが一丸となって、さらに一族を古い貴族の礼儀作法にこだわらせた。プライドを維持するために。それは長い綱引きのようなものだった。だが何の意味もないことを君は分かっているはずだ。というより君はとっくに知っていたんだな。だが私はこれに気づき始めたばかりなんだ。うん、レッシグの言ってることなんとなくわかるような気がするぜ。いや、こっちがたかたまってみてもらって。そうね、どれも事実だわ。
君が考えを改めたことを君の家族はまだ知らないみたいね。ああ、どれもつい最近のことだからな。ここに来てから分かったんだ。私が本当に欲しているのは、誰もが私を恐れるモンドなんかじゃないって。私も、それにローレンス家の多くの者も、ただ他人と平和に暮らせる環境が欲しいだけだ。Gila, ini bagus banget ini. Lessignya. Lessig, kimi mo watashi mo, iwayuru Lorenzu ke no eikou nanka niwa kankei nai wa. Eiyo nante tooi kako no mono de, watashi tachi wa tada no ippanjin yo. Koko no koto o shori shitara kaeru tsumori dattan da ga, masaka kimi ga yatte kuru to wa na.手間をかけさせてすまなかった。ほらね、人はどの道選択することができるのよ。レッシグさんは結局自分がなりたい人間の方を選んだみたいね。そう言ってもらってもすまない。私はまだ自分だけの人生の目標を見つけていないんだ。気にしなくていいわ。自分がなりたい人間と両親がなってほしい人間の違いを見分けられただけでも十分大きな一歩よ。いかに真の幸せを探すかというのは、もしかするとどんなことよりも難しい研究課題なのかもね。レッシング、提案があるわ。ウィンドファフィニュースない。帰ったら先ほど君が言った内容を両親にも言ってみてはどうかしら。そんなことをしても厳しくどやされるだけさ。君の方は家族に自分の本当の考えを言ったことあるのか。私も考えていたところなの。場を設けて全員と話してみるのもいいかもしれないって。ローレンス家はこの舞台のようにかつては輝かしいものだった。でも過去の演劇はもう幕を閉じたんだから、そろそろ舞台を更新する時なのよ。エウルアってこういう人だからこそどんな時も踊ることができたのかな。屈強で硬いけどそれでいて透き通ってるんだ、氷みたいに。お話は終わりですか。そうみたいね。じゃ、これをあなたたちにあげるわ。さっき衰弱しきってたレッシグさんの近くで見つけたの。あ、これ、ここに落ちてしまったパーツですよ。そんな早い段階で見つけてたのに、どうして今頃になって私に。Pengen lu kerja dulu baru dapat reward. あなただって聞いてこなかったでしょ。ああ、まあ認めるわ、私が忘れちゃってたもん。ああ、lupa. Wakira itu jawabannya. じゃあこのパーツも一緒に旅人に保管してもらうとしましょう。あれ、これってなんだか見覚えがあるな。どこかで見なかったっけ。It's candy box? 前のお祭りの時、私も一箱買ったんだ。いやいや。そう。お祭りではよくキャンディーを入れるために使われるわね。これもテントを作った時の素材なのよ。あ？テントが直った今。これも特殊な意味を持たなくなったってわけ。大人になってキャンディー箱のキャンディーを食べても子供の頃のようには美味しく感じられなくなったわ。でもよくよく考えてみると、大人になってから食べ物の選択肢もいろいろ増えてるのよね。おう、だ
から結局キャンディーも人生と一緒で選択の一種ってことだな。これでパーツを3つも集められましたよ。あとは最後の1つです。でもテントを修復するために皆さんの時間をこれほど使ってしまうなんて本当にすみません。ここはやっぱりひとまず戻って休んでからにしましょうか。私が案内しますんで。ココミ、もう戻ってたんだな。あなたたちだったのですね。北の森での冒険は順調でしたか？万事順調だぜ。お前は今日は何やってたんだよ。そうですね、そろそろ打ち明けてもいいでしょう。渡墨島の荒人神の巫女として、私は本来ならばこんな時にここに現れるべきではなかったのです。実は渡墨島では遥か昔にとある古代の祭器をなくしたことがありました。その名も神狼玉壺。神狼ケースケ。近頃それと対になっている宝珠が突如としてある方向へと導くような光を発し始めるようになって、私もようやく神狼玉壺の行方が分かったのです。どういう、Do you come here looking for something? 視野を広げるためというのも嘘ではありません。五郎からもよく助言されていましたから。家に引きこもって娯楽小説を読んでばかりいるのは最上の策ではないと。それでそろそろ外に出てみようかと思い立ったのです。渡墨島を出てスメールにたどり着くまでにたくさんの景色を堪能しました。スメールというのは本当に興味深い国ですね。ウリンには何日もとどまってしまいました。でもまさか祭器が砂漠地帯にあるとは思わなかったのです。ここに何かを感じてはいたのですが、正確な位置はなかなか特定できませんでした。イディアさんがわざと私たちに隠しているということはないでしょうが、この心境に他の秘密が隠されていることはあなたもきっと感じ取れているのでしょう。いや、うっとうしい、ここ。This is an unusual place, and Idia will suddenly become very busy from time to time. Plus, he knows Alice. そのことだったら、今日もオイラたちいろんなことに遭遇したんだぞ。なるほど、レッシグさんに会えたのですね。彼は心境に関する手がかりを持っていそうでしたか？ No, I don't think so. おそらく彼は自分の心境にとらわれ、周りに気を配っていなかったのでしょうね。実は、天と地がひっくり返った時より以前、心境は今のような様子ではなかったのです。え？旅人！あ、ごめん。ココミさんとの会話を邪魔しちゃった。大丈夫ですよ。お二人も今日はさぞ疲れたでしょう。一緒にお茶でもいかがですか？もちろんだ。実はさっき私とエウルアでお菓子を作ってきたんだ。イディアのところにオーブンとかまどがあるなんて、まったく、もっと早く教えてくれればよかったのに。ってことはムーンパイを食べれるってことか。オルビザタオパイも。私が作るのは荒波パイというのよ。旅人、お一つどうかしら。ドームドームクレスパイ。ピタもあるよ。ココミさんもどうぞ。お茶菓子としても悪くないと思う。あ、間違えた。軍師さんだった。じゃあ遠慮なくいただきますね。
エウルア、お前の親戚はどうしてるんだよ。彼ね、想像もつかないかもしれないけれど、オーブンのところで頑張ってるわ。Apa tu yang terbang-terbang itu? Oh, kelar? Ready? What is this? Well, that was cute. Oh, bisa digerak-gerak. Ih, gara-gara dia juga berubah ekspresinya. Oh, berarti ini nanti sama Clay. Oh, sama Clay lagi. Keren. Ah, ini yang di sirkus. Oke. Okay. Ini sama yang masih di sirkus. Ada lagi kah? Mari kita part 3. Kita mulai part 3. Talk to Idia. Oh iya, gue lupa. Oh no, gue lupa ngomong. And maaf kalau gitu. Hontou desu ka? Soko made shite kureru nante dou kansha sureba ii no ka? Sonna ni kini shinai de kure. Atashi tachi mo shinkyou no tame ni motto yaku ni tachitai nda. Nan to itte mo これは私がやってしまったことだから。What? あれ、何かあったのか？オイラたち、何を見逃したんだ？二人とも、さっきになってようやくレッシグが私たちにある事実を白状してくれたの。やはり自分で説明させてくれ。私が心境の一連のトラブルを起こした張本人だ。Ini kalau dari ikros maksudnya sih mungkin iya sih. Kokomi kan tak mungkin. Ini sebelum Kokomi kan Lesik gitu. Oh, Lesik-san. Koto no hajimari wa watashi ga hikyou no iriguchi de seikou na mizu no kyūtai wo mikaketa koto datta.7歳の時に祖父からもらった天正儀とすごく似ていて、回せるのかと気になって少しだけ触れてしまったんだ。あれが神教のコアだなんて思いもしなかった。つまり天地が回った時にこれはさすがにまずいことになったと気づいたんだ。全部をあなたのせいにするわけにはいきません。私も管理不行き届きの責任がありますし、はあ、こんなことになるってもっと早く知ってたら、コアをちゃんとしまっておくべきでした。秘境の入り口、あ、まさかあの大きな水の球体のことか。うん、それでみんなで考えた後、心境のためにメンテナンスや補強作業をしたいってレッシグさんが言い出したんだ。でも彼一人だと手が回らないんじゃないかって心配だし、私とエウルアで手伝おうと思う。ふん、私はコレイみたいに優しい動機ってわけじゃないわ。私の仕事はあくまで彼が帰って迷惑をかけるなんてことにならないよう見張って確保することだけよ。おう。
この後に及んでみんながそんな言い方を信じてくれるってエウルアは思ってるのか。こんな時はただ同意してあげるだけでいいってハンバーが言ってたけど。ああ、そのレシグさん、今日はお仕事頑張ってくれ。ああ、約束する。何にせよ、今日のランチはレッシグに作ってもらうから。That will give him a chance to redeem himself. 精一杯頑張るから、安心してくれ。何ですって？ What was that? あ、いやいや。みんなが私の過ちを不問にしてくれることに心より感謝している。この感謝の気持ちを力に、いや、カロリー。カロリーに変えて。結構結構、でも力をあんまり浪費しすぎないでくださいね。神経の内部は至るところが長年メンテナンスされてませんから、こと細かにチェックしてもらって。手伝ってくれる人が現れた途端、イディアのオーラが普段と違って見えるぜ。こちらの3人以外のみんなで今日は一緒に行動しましょう。他の人も呼んできますね。少し準備したらすぐ出発です。やる気満々で行っちゃったぞ。めちゃくちゃ喜んでるみたいだな。初めて一番上に立って働く人ってこんな感じかもな。Artiga dimulai. Itu jauh banget. Jalan kaki lagi. Tenge to mai. Bisa, oh. Suite koi nanti itu baru bisa terpakai. Zokuse o Miura-san. Tak mesti naik ke sini. Oh, nah di sini.バケサジャ。これからどこに行くの？最後の部品を取りに行くのですよ。あくまで私の推測ですが、告知板に記載されている監督のところにあるのではないかと思います。軍師さんの観察眼はなかなかのものだな。監督ってどういう意味？監督というのは職業の一つですよ。確かゾシモスという方です。イディアさんが神経全体を管理しているとするなら、ゾシモスさんは舞台上の全てを管理していると言えるでしょう。だったらやっぱりイディアお姉ちゃんの方がもっとすごいね。もっとすごいイディアさんはどうして一言も発しないのですか？進んで説明してくれる人がいるので、もちろん喜んでサボらせていただいてるんですよ。わかった。おころでここ宮間へ行くちょがやんてしね。いつもへ行くし、彼は普段から出かけるのが嫌いで、ずっとツリーハウスに引きこもってるんです。舞台に必要な道具を作ってるのでなければ、台本を書くのに夢中になってたりとか。でも
彼のツリーハウスはどこにあるんでしたっけ。イリアお姉ちゃん覚えてないの。イディアお姉ちゃんはただのマスコットなので。そちらにあるはずです。Naik ke atas situ sangat jauh. 静かな場所が好きな人もいますが、その監督さんは道具を運ぶ必要があるわけですから、シアターから遠く離れたところに住むわけにはいかないでしょう。シアターの全貌がいつでも見えるところに住むことは、舞台の流れを模擬実験することにも役立ちます。私ならそちらのツリーハウスを選ぶでしょう。でもシアターの方向はどうして分かったんです。あ、それは難しいことではないのです。そちらに近ければ近いほど周りの配置もより賑やかになりますので。確かにその通りですね。なんで思いつかなかったのかな。Banget. Ini udah nyampe. Oke. Ini teater ya sekarang. Bisa gua buka kah? Oh bisa. Ini dia. Apa biru lagi. Wah gila, ini keren juga nih tempatnya.自動装置はどこに落ちたんだろう。男の俳優の等身大パネルはまだあるけど、女優の方は。ん？そこにいるのは誰だい？イディア？パケンパケンフォンテニア。そう、私ですよ、ゾシモス。これがドラマチックな登場ですよ。意外だな、てっきり。誰にも見つからない場所に隠れて。泣いているんじゃないかと思ってた。ナイスインプレッション。不思議なおちびちゃんだな。君は俺の心が読めるのかい？オイラはパイモンだ。そんな不思議な能力は持ってないぞ。ただ何回も同じようなセリフを聞いただけだ。どうやらみんなからの評価は一致してるみたいだな、イディア。やっぱり最初からマスコットでいるべきでした。こういうのが道を選び間違えて人生を挫折しちゃったって状況なのかな。はあ、マスコット、君の新しいキャラかい。そんなキャラ俺は書いてないはずなんだけどな。もう私のことはいいですから、友達を紹介してあげますよ。これでわかったでしょ。それでコアホイールのパーツを持ってるんですか。一応持ってるけど、あの事故で舞台にある多くの装置に不具合が生じたんだ。それで本来の公演ができなくなって。dia ingat eh dia mesti tanya dulu ya。わかったぞ。パーツを人質にオイラたちに装置の修理を手伝ってほしいって言うんだろ。いや、舞台の修理の方じゃないですか。ゾシモスさんは等身大パネルが見つからないとおっしゃっていたので、道具の修理ですよね。きっとパーツの修理だ。パーツが壊れちゃったんだよ。彼の日常業務から考えてみたらどうだ。ゾシモスさんは台本を書く必要があるわけだから、台本の修正だと思うぞ。Who started this guessing game? みんな一体何を経験してきたんだい。
なんで俺をそんなに悪く思ってるのか知らないけど、パーツは無傷だから、欲しければ今渡してあげるよ。ただそのみんなに公園の修復を手伝ってほしいんだ。見てくれ、これだけ多くの人が集まれば公園に開いてしまった穴を埋められるはずだ。公園？すっごく面白そう。これ手伝いたい。みんなも一緒にやろう。実を言うと、さっきは台本のストーリーをどう続けたらいいかずっと考えてたところだったんだ。そんな時、みんなが俺の目の前に現れた。まるでインスピレーションの光が突然差し込んだかのように、ああ、どう言えばいいんだろう、君たちを見た途端、続きが書けそうだと感じたんだ。え？それって、あなたがずっと行き詰まってたあのストーリーのことですか？本当に？本当に続きを書けるんですか？本当だとも。少し時間をくれ、すぐに台本を書き上げてくるから。イディア、ここは君に任せるよ。あいつ、本当に書きに行っちゃったぞ。はあ、ゾシモスはずっと大盗賊とか魔女とかが出てくるようなストーリーを書きたかったみたいです。言い伝えをもとに物語を作ったみたいなんですが、頭の部分しか書けないままずっと煮詰まってて。みんな少し休んでてください。何か用意できるものがないか確認してみますから、監督が書き終わったらまた話し合いましょう。一人の監督として、一人の作家として、最も重要なのはインスピレーションだ。だから君子の三五宮さんを見かけた瞬間に、新キャラクターのアイデアが浮かび上がった。ヒロインが加わったことで、ストーリーは完全かつ美しい流れになった。さあみんな、台本を読んでくれるかい？これから一緒に公演を完成させよう。けい？他に何かわからないことはあるかな？ゾシモスお兄ちゃん、これってどういうもの？実をなんとか知るってところ。どれどれ、実を寄せるだな。住まわせてもらうという意味だ。これを言うときは可愛らしく言ってくれよ。へえ、はあ、これこの字も読めない。大丈夫だ、解散したら一緒にセリフを練習しような。ガイアさん、手間をかけるね。さっきから感じてたんだけど、ガイアさんは役を演じるということにかなり心得があるようだ。もしかして以前は役者でも？褒めすぎだ。ただセリフをスムーズに読めるだけさ。おっと、そうだったのか。だったらガイアさんには本当に才能があるよ。正直俺はそういう人を探し続けていたんだ。もし今後俺が有名な監督になったら、ぜひガイアさんと長期的に仕事をしたい。あ、そのためにはこれからも連絡を。はいはい、いいぞ。よかった。じゃあみんな、もう少し台本を読んで公演の細部をゆっくり味わっていてくれ。俺は舞台を見に行かなければならないから先に失礼するよ。俺に用があればエリアの真ん中に来てくれ。一番大きなシアターの中にいるから。新境のシアターか、気になるぞ。みんなは準備してるみたいだし、シアターがどんな感じか見に行こうぜ。
You? ゴミか。あ、でも、うわね。Holy teaternya. Oh, lagunya enak sekali.Kita akan nonton tujuh kan lagi. Are? Nai. Koko ni oita hazu nan da kedo. Zoshimasu. Mada isogashii no ka? Ah, kimi tachi ka. Sa, futari tomo, motto chikaku ni kite, kono butai o yoku mite kure. Ore ga kokoro o komete dezain shita n da.Looks great. 監督の仕事って舞台のデザインまで含むものなのか？俺を尊敬してくれていいぞ。ここの監督や脚本、舞台デザイン、全部俺一人がやってる。いざデビさ、わな。大変そうだな。イディアならきっと無理だろう。イディアも大変だよな。彼女は。俺の唯一の観客なんだよ。まあ、俺はよく彼女に責められてるんだけどな。He has the girl to sit there and criticize you. いつも何を描いてるのか全然わからないとか、意味がわからないって感想ばかりくれるよ。まあ、俺の先生図の使い方が彼女の初心に背いたからかもしれないけど。でも、確かにイディアにはいろいろと批判されてきたが、いろいろと助けてもらっても来たんだ。彼女はシアターのマネージャーのような存在かな。彼女にはすごく感謝してる。ここに入って初めて俺は真の監督になるチャンスを手に入れたから。その前は？夢だけなら子供の頃から持ってたさ。公演を見て家に帰るときはいつも頭の中でそのストーリーを何度も何度も繰り返してたんだ。そのうちだんだん自分の願いが芽生えてきた。でも俺は手先が器用なだけだ。だからほとんどの時間は道具係と舞台セット係の仕事に明け暮れてた。自分の手でそうやって舞台を作り上げるのは確かに心躍ることだ。でも演出をしている時が一番心満たされるんだ。だから告知板に監督っていう肩書きしか書かれてなかったんだな。君やっぱり人の心を読めるんだろう。そうだ、二人にもう一つお願いしてもいいかい？この後使うはずのまとめ台本が見当たらないんだ。書き終えたばっかりじゃなかったのか？そうなんだけど、君たちの分を配った後、その台本を持ったままあちこちをチェックしに行ってたから、どこかでなくしてしまったみたいだ。ここにないのなら屋根裏かもしれない。台本を書き終わった後はこことそこにしか行ってないから。でもその舞台の方はもう少し準備が必要で、ちょっと手が離せないんだ。二人にお願いしてもいいだろうか。よう、うん、行ってくるぜ。Oke, ini untuk teman saya pengen tahu sesuatu. Why in the hell you are blue, but gray?茨のパネル装置は問題ないはずだ。それからライトに集音機器。
Harusnya gua juga berupa gua ngomong besar saya. Nah, pastinya dialognya apa? Kali ini Ethic. Oh, in the hell? Ah. Sangat tinggi dan dia gak takut. Wah, ここってこんなにいっぱい本があるのか。でも、あいつが今必要なまとめ台本はどこだろうな。あ、2階からしずくちゃんの声がしたぞ。見に行こう。Oh, itu dia. Ah, ここ台本がいくつもあるぞ。監督が書いた台本の管理をしてるのはしずくちゃんだったのか。半分しか書かれてないのも多いみたいだけど。Okay, well.We are looking for a master curse, so... きっと完成してる台本だよな。厚さで絞ってエンディングのとこを見てみようぜ。こんなにたくさんの台本があるけど、当てはまったのは一つだけだったな。それにこの台本は比較的新しそうだから、きっと書かれたばかりだぞ。ゾシモスのとこに持って行ってやろうぜ。ゾシモス、台本を持ってきたぞ。ありがとう、本当に助かったよ。はあ、急いでたから舞台は完璧には修復できなかった。様子を見ながら進めていくしかないみたいだな。でも大事なのは舞台じゃなく公演だ。たとえ舞台に何か不具合が生じたとしても公演が続けられれば大丈夫さ。なんだかあまり自信なさげだな。わかったぞ、公演は意外性そのものだ。たとえ同じ演目でも各公演には微妙な違いがある。その違いこそがその公演を他のものとは異なる存在にさせる特色なんだ。 You have a point, but I'm not completely convinced. 最後にもう一つお願いがあるんだ。旅人、君は先生図に入れるだろう？ Yeah, I can. 実は俺の舞台は先生図で作られてる。素材で物を作ってそれを先生図の一部にしてるんだ。 You can do that? 本来先生図は心境を作るために使われるものだから、俺のようにいろんなものを先生図にしてしまうのは本末転倒なんだけど、でもイディアは言ってくれた。もしこれが俺のやりたいことなら気乗りはしないけど受け入れるって。初心に背いたってそういうことだったのか。でオイラたちは何をすればいいんだ？旅人には先生図の舞台に入って公園で道具を操作してもらいたいんだ。おお、これ。So I'm the part of the backstage crew now. その理由なんだけど。You want to watch the show? ああ、なるほどな。ゾシモスは今まで監督を務めながら、舞台上で道具と装置を操作しないといけなかったから。手が全然回らなかったんだろう。ああ、俺の能力は一人前の脚本家には到底及ばないって分かってる。ただたとえ何を描いてるのか全然分からない、意味が分からない未熟な作品でも舞台の下から自分の目で見てみたいんだ。ここまで言ってるんだし。
We are more than happy to help. 本当にありがとう。じゃあ俺は他の人に知らせに行くよ。君たちの準備ができ次第、公演を始めよう。Begin the performance. むかしむかし、光なき国にとある大盗賊がいた。そこに生きる人々は暗闇に苦しめられていた。世の人々は俺を。またガイアさん、集音機器の方を向いてくれ。そうしないと声が拾えないんだ。はあ、世の人々は俺を担当の大盗賊と呼ぶが、俺の善行は誰も知らない。はあ、光のないこの国で闇の中で働く奴らはますます大手を振って生きている。だが手探りで進まないといけない人たちはより惨めな生を強いられている。大盗賊が悩んでいたその時、世界に突然ある変化が起こった。流れ星が一つ空を駆けていったのだ。旅人、前の移動装置を踏んでくれ。ほう、悪くない。ほんの一瞬だったが、光は空と大地を照らした。もしもあの光を見つければ、俺は闇を照らすことができる。そうすれば人々も暗闇に苦しまずに済むだろう。大盗賊はすぐに流れ星の軌跡を追った。その星はどんどん進んでいき、さらに進んでいき。あの旅人、星がどんどん進んでいったんだけど。え、わかってね。まさかこの危険な砂漠にたどり着くとは。流れ星が降り立ったところの地形は一変して、大きな岩がゴツゴツと折り重なっている。険しい道のりだが、彼の心は決まっていた。ここまで来た以上、引くわけにはいかない。大盗賊は砂漠の奥深くへと足を踏み入れた。そこに現れたのは流れ星ではなく、白い服を着た少女だった。おかしい。俺は流れ星の軌跡をたどってここに来たのに。そこのお嬢さん、眩しい光がどこに行ったか知らないか。少女は言った。あなたが追い求めている光はただの瓶の中の炎に過ぎません。しかし今、光は遠ざかっていきました。瓶の中の炎？ええ、その瓶も人からもらったものですが。そして少女は大盗賊に瓶にまつわる物語を教えた。少女はかつて滝の上の王国に住んでいた。しかし王朝が転覆して政権が変わり、彼女とその一族はちりぢりになって逃げていったのだ。道中の密林は濃い霧に包まれており、生い茂った茨が彼女の進む道を阻んだ。下に装置があるんだ。起動した状態で押すと茨が舞台の下に収まる。もし明かりを見つけることができれば、私はこの森を越えられる。そしたら私は生きていられる。腕や足の裏は細かな傷だらけだった。少女は痛みに耐えながら
ゆっくり前へと進んでいく。険しい道のりだったが、彼女の心は決まっていた。ここまで来た以上、引くわけにはいかない。目的地は近い。しかし突然、巨大な茨が目の前に現れた。少女の心を重い絶望感が襲った。もしここで私を助けてくれる人がいたなら、見返りに全てを捧げてもいい。少女の心からの願いは届いた。ちょっと待てよ、最後の茨を動かす装置がないぞ。その茨パネルのチェックは失念していた。ストーリーを見る限りだと、今はそのパネルを片付ければいいのか。そうなんだけど、まさか見逃してしまうとは。これは困ったな。じゃあクレイが手伝ってあげる。英雄騎士のお兄ちゃん、ちゃんと受け取ってね。わっ、あ、やっぱりポンポン爆弾だ。少女の心からの願いは届いた。通りかかったボンボン爆弾が彼女に道を開いてくれたのだ。ありがとう、ボンボン爆弾。こうして少女は森の奥へと進めるようになった。明かりはなかったが、そこでは炎のように赤い魔女が待っていた。説明しておくと、元々のストーリーではこの魔女が茨を燃やしてくれるはずだったんだよ。そんなことは終わってからでいいって。魔女は少女の境遇に同情し、懐に持っていた瓶を渡した。そして少女に瓶にまつわる物語を教えた。炎のように赤い魔女は活発で、遠いところを旅するのが好きだ。オアシスで休んでいた時、彼女は三日月のような湖の岸辺で綺麗な瓶を拾ったのだ。クレイ、こっちだ。早くこの明かりの前に。来た来た。炎のように赤い魔女は人の願いを叶えてくれるすごい魔女だった。彼女はその瓶もまた同じようなすごい瓶に変えた。しかし瓶が願いを叶えられるのは瓶の中でだけ。この瓶はね、おもちゃとしてはちょっと物足りないけど、身を寄せるところとしてはまあまあ合格ってところだわ。炎のように赤い魔女は瓶の中に息を吹き込んで、瓶の外でも一度だけ願いを叶えられるようにした。息を吹き込むんだよね。ふぅ、わぁ、瓶が光った。瓶の中に炎の光が灯り、それは魔女や炎のように赤い瓶へと化した。炎のように赤い魔女は物語を語り終えると、炎のように赤い瓶を残して姿を消した。これは願いを叶えてくれる瓶だったのね。それじゃあ私はここを出て、誰にも見つからない場所に行きたい。その後は？その瓶からまるで小さな問いかけが聞こえたかのように、少女は答えた。私にもわからない。瓶の中の炎が消え、少女のたった一度の願いは叶えられた。そうして彼女は誰も近寄ることのできない砂漠に送られたのだった。大盗賊はその物語を聞いて少しがっかりした。瓶は瓶の外で願いを叶える炎をすでに失っているのだ。おかしい、私の願いが叶っていたのなら、ここは誰にも見つからない場所だったはずなのに。
砂漠は確かにとても危険だが、俺は決意した。だからこそ困難を乗り越え、ここまでたどり着いたんだ。なら、この瓶を受け取ってください。あなたの願いを叶えてくれるかもしれない。残念ながら願いは瓶の中に限られますが。では光をくれ。少女は大盗賊の願いを聞き入れ、瓶の中に光を出現させた。そして二人は気づいた。それは瓶の中のものではあったが、瓶のガラスを通して世界中のどこまでも届く光だったのだ。あの炎の光とは違ってさほど眩しくはないが、これも大した光じゃないか。俺が瓶を受け取った後、お前はどうするんだ。私にも分かりません。それじゃあ俺と一緒に帰ろうか。少女に断る理由はなかった。彼女は大盗賊と共に光のない国へ帰った。彼らはそこに光をもたらし、暗闇は振り払われた。そうしてその後も幸せに暮らしたのだった。これで公演は無事に終わりだな。Nah, ini dia sih, Li udah pakai kostumnya. Eyuki no Nii-chan, Kurei no Saki no Engi, dou datta? Hona no you ni akai majo, okatta? Oh, Kurei, majo no issho datta no ka? Saki kage o mita toki, boushi no tsuba ga hirokute, sugoku kawaii tte omotte ta zo. It's really suit you.クレイも気に入ったよ。ありがとう、ゾシモソお兄ちゃん。あ、違う違う、監督のお兄ちゃん。監督のお兄ちゃん。そんな風に呼ばれるのは初めてだ。ありがとう、本当にありがとう、親愛なる小さな魔女さん。すごく嬉しいよ。オプジェフィラシャ、ボトルイテンリチャリココメとかに。イディアお姉ちゃんが言ってたよ。デザインを描いて服を作ったのはお兄ちゃんなんだってね。イディアお姉ちゃんがお直ししてくれて、クレイも着られるようになったの。だから監督のお兄ちゃんはすごいよ。それは確かにすごいな。イディアも偉いぞ。大したことじゃないですよ。どうしよう、王子様の舞踏会に行くのに綺麗な服がないみたいな状況でしか使えない技ですし。あなたは力を見せる。仕立ても一つの技術です。イディアさんはご自分が思っているよりもすごいですよ。本当ですか。ちょっと先に失礼します。みんなは話を続けてくださいね。イディア、すごく緊張してたな。恥ずかしそうに逃げてったぞ。本当にテレ屋さんだな。イディアは繊細で自信が足りないやつなんだよ。あいつ感情が高ぶりすぎてどこかに隠れて泣いたりなんかしてないだろうな。ちょっと心配だ。心配ありません。私がイディアさんのお相手をしてきますね。それでは皆さん、少しの間失礼いたします。そうだ、今回の公演はどうだった？何か感想とかないか？お、来たぞ来たぞ。なあ、本当にオイラたちの感想を聞きたいのか？もちろん、俺は自信を持って聞いてるんだ。思ってることを率直に言ってくれ。どんな批判でも受け入れてみせるさ。 OK、since he asking for it。 じゃあオイラから。最初のセリフはどれも悪くなかったけど、
ストーリーが進めば進むほどどんどんありきたりになってきて、なんかネタ切れかなって感じだったぞ。それに登場人物もちょっと意味不明で、なんでこういう編成になったのかわからなかった。やっとその深みが少し見えてきたってところで、いきなりぶっつり終わっちゃうんだもんな。そうそう、パイモンさん、よくぞ言ってくれました。千夜物語の構成に敬意を払いたいがために、かえって叙述が乱れてしまっていたのも、道具の処理を忘れていたのも減点対象ですよ。イディアお姉ちゃん、他のところに行ったんじゃなかったの？大事な話題になったのを聞きつけて、潮の満ち引きのように戻ってきたんです。わざわざ批評しに来てくれるとは、本当にご苦労様だね。はい、でもストーリーの結末は良かったです。それだけはとても気に入りましたよ。それだけですけど。Idea even Arthur did pipe? そうですか。この程度優しすぎると思いますけど。イディアさん、ちょっといいですか？あ、はい。すみません、ちょっと失礼します。みんな批評続けてくれていいですよ。あとはパイモンさんに任せますね。おお、それじゃあもう一つアドバイスをしてもいいか？どうぞ。監督たるもの、こういうことも経験しないとね。おいら、あの結末にはやっぱり違和感を覚えるぞ。物語の中で少女の考え方が単純すぎるんだ。あんな状況じゃどう考えても私にも分かりませんなんて言えないだろう。よく考えてみろよ。彼女の一族はまだ放浪してるのに、自分一人の幸せを追い求めるなんておかしすぎるだろ。So if the good ending wasn't so good. 大丈夫さ。批判を集めてこそ上達できるんだ。今回は舞台の下から見ることができてすごく勉強になった。本当に夢が叶ったよ。お前は本当に前向きだな。全くショックを受けてないように見えるけど。全くショックを受けてないわけでもないさ。でも君たちの言ってることは本当のことだし、俺も問題に気づかせてもらった。おいらふと思い出したけど、この台本って急いで完成させたんだよな。うん、やっぱりおいらとイディアが厳しすぎだったか。 Was quite ambitious. 大丈夫だよ。俺にとって舞台上での過程は何よりも大事なことなんだ。おとぎ話を夢見る子供時代っていうのは誰にでもあるものだろ。オイルランプと向かい合って人形を手に、自分で作った紙人形と戦わせるんだ。影が壁に揺らめいて、いくら遊んでも飽きなかった。昔ベッドに横になりながらガオーなんてオノマトペを口にしてた男の子と今の俺、いや俺たちは同じ人間で、得る喜びも本質的には同じなんだ。もちろん公演が無事に終わったのはみんなのおかげだ。監督としてみんなにちゃんとお礼を言わないとね。気にするな、オイラたちも楽しかったしな。これを受け取ってくれ。みんなに約束したパーツだよ。Kenapa bahan-bahannya agak gak masuk akal gitu? Bagi domen. Saki kouen de tsukatta bin da. Kurei ga iki o fukikon da ra hikatta nda yo. Sou tomo. Hikaru himitsu o atete minai kai? Naka ni mienai chiisana seirei san ga sunde ru mo. Iki o fukikomu to
精霊が目を開けるんだよ。そう、その通りさ。これならどうかな。ここはもうちょっと閉めないと。ちょっと待ってくださいね。すぐできますから。あ、ええ、udah kasih kostum baru. Something is interesting going on over there. へえ、この服思ってたよりずっと洒落てるじゃないか。皆さん、ちょっといいですか？特にゾシモスさん。あなたの夢を一時的に叶えてあげると、イディアさんが。夢を？あなたの監督への夢を一番最初に聞いた人として、イディアさんは、役立たずの私でも何かできるかもしれませんとおっしゃったんです。まあ、これにはあまり同意できませんが、私は最初から、イディアさんが役立たずだなんて思っていませんでしたから。なんで私のことを話し始めるんです。さてさて、みんな準備はいいですか？それでは早速、今日の舞台のヒーローの登場です。じゃじゃーん。うわ、これ何？わあ、カイお兄ちゃん、本当に大盗賊だ。衣装に着替えた主役を見るだけで本当に監督が喜んでくれるのか？ただのサンプル衣装だぞ。喜びっていうのはそう簡単なもんじゃないぜ。そんなことをおっしゃらないでください。きっと監督も喜んでくれますよ。自分の作品にふさわしい役者が現れて作品を本物にしてくれるんです。とてもいいことではありませんか。ヒロインがここまで言うならヒーローの俺も些細なことは気にしていられないな。ゾシモスは衣装をたくさんデザインしていくつかサンプルを作りました。ただサイズがちょっと合ってなかったんで私が直してみたんです。みんなが心に思うヒーローのイメージに合ってるといいんですけど。すごく合ってるよ、イディア。俺は本当に幸せ者だ。みんなありがとう。監督になるのってこんなに幸福なことだったんだね。どうだ監督、落ち着いたか？ああ、本当にありがとう、イディア。もう社交辞令はいいですから。パーツも揃ったことですし、監督とはそろそろお別れです。ベルーリア・ミラージュのコアがあるところへ行って心境を再び運行させましょう。クレ、この服を着たまま行っていい？もちろん。この2着の舞台衣装は2人に預けるのが一番いい。よかった。じゃあガイアお兄ちゃんも着てて。すっごく素敵だから。私も魔女さんに賛成です。ここで一風変わったヒーローを演じてみるのもとても貴重な夏の思い出になると思いますよ。確かにな。それじゃあしばらくは大盗賊として活動するとしよう。監督のゾシモスお兄ちゃん、またね。愛する友人たちよ、気をつけて。これから君たちは心境のコアを元通りにするんだろう。健闘を祈ってるよ。ここでみんなに出会えたことを本当に光栄に思ってる。君たちは俺の最初の劇団メンバーだ。本当にありがとう。君たちがくれた全てに感謝してるよ。
Iya betul. Ya, yang betul-betul di sini yang tadi yang di awal banget. Ya, emang betul yang awal ya. ねえ、そちらの公演が終わる頃、しずくちゃんからイディアさんのメッセージを受け取ったから、先にここでみんなを待ってたの。じゃあ、レッシグさんは？レッシグさんは力仕事を全部引き受けてくれたんだ。力尽きて、今は部屋でぐっすり寝てるよ。なんか申し訳ないですね。全ては償いだと思えばいいわ。終わらせないと彼も安心して眠れないってこと。もともとそうすべきことでもあるんだから、彼のことは気にしなくていいのよ。そうですか。それじゃあ私たちは急いでベルーリア・ミラージュのコアを修復しましょう。ここってオイラたちがしずくちゃんに初めて会った場所じゃないか。そうですよ。ベルーリア・ミラージュのコアは一番大きな周流映写塔であり、そして神境全体が一番大きな先生図なんです。わー、ガンティプリフプリンス、わー、itu sangat私たちが見たすべてはこれが生成したものってことか。本当に不思議だな。前と同じようにコアの先生図を使ってこれを修復すればいいんだよな。はい、その通りです。パイモンさんは理解が早いですね。えひひ、これだけ何度も修復すれば覚えちゃうもんだって。それじゃあ始めましょうか。これが最後のステップです。おう、なんだか急にやる気が湧いてきたぜ。ホイール自体がパーツで構成されていますから、パーツを台座の上に置いて元の形に組み合わせるといいと思います。え、でもオイラたち元の形を見たことないんだぞ。大丈夫、多少ずれててもいけると思います。回転さえしてくれれば何でもいいですよ。きっとうまくいくはずです。お前、適当な時は本当に適当だよな。何もないで。あ、これってゾシモスの瓶の明かりですよね。これを構造的に空きのあるところに適当に突っ込みましょう。右側とかどうです？回転できるものって水車とかでいいのか。この影を落としてるのは縄か。うん、縄は何かに引っ掛けた後何かにつながれてるような気がするが。じゃあ、item pertama gear。Kedua itu tali, item ketiga itu basket, item keempat itu lentera. Watashi no kiyoku ni yoru to, migi gawa ni chiisana marui mono ga atta youna. Moshikashitara, kono kyandii bako dewa nai deshou ka?Wait a minute. Oh, kalau ini konsep projector, kalau itu projector, apa? Dan lampu ini harusnya bawa ya kan? Aku bawa atas itu tali, atas itu tali.Nah itu Andy. Sukses. Good
kebetulan pula. Oh iya, ini proyektor film lama. Kenapa? Oh, juga kepikiran itu. Demo, ホイール wa mawaranakatta. Parts wa shinkyou no kuwa ni modorimashita shi, ホイール no katachi mo kore de shifuku saremashita. Dakara zenbu mondai nashi desu yo. Kizu ga jojo ni iete iku no to onaji de.もしかしたらいつかの真夜中に突然コアホイールはそっと回り始めるのかもしれませんね。ほう、イディアなら今すぐ動かせるもんだと思ってたんだがな。それは、ん？神経の元の姿もイディアさんが隠している美しい姿もどちらもとても楽しみですね。But in her element. クレイもイディアお姉ちゃんが魔法を使うところを見てみたい。きっとすっごいんでしょ。お前たち何言ってるんだ。なんでクレイまで知ってる風なんだよ。Haven't you noticed, Paimon? What's that, there? つまりマスコットの正体よ。だから前にも言ったでしょ。イディアさんは決してご自分が思っているような存在ではないと。イディアさんにはイディアさんだけの特殊な力がある。うすうす気づいていた人もいたようですね。軍師さんは最初から気づいてたのか。私はエウルアと話してる時に気づいたんだ。一見のんびりしてるように見える軍師のお嬢さんが真相に気づいた最初の人ってことか。君もよく知ってそうじゃない。みんな全部知ってるんですか。誓ってわざとみんなに隠そうとしたんじゃありません。ただ心境に迷い込んだ両者にとっては今の姿の方が本来の姿より親しみやすいでしょ。私怯えた目で見られたくないんです。あ、I figure I figure。 一体何なんだよ。みんななんでわかったんだ。そうですね、神境の住民たちは神の目を持っていないはずですが、彼らからは水元素の力を感じました。Sangat betul. Makanya gue juga bingung. Ketika gue pakai elemental sight, kenapa biru gitu, bukan abu-abu? 小説を読んでぼーっとしていたら、ふとある可能性を思いついたんです。水系原霊は様々な姿に変身できる。ならきっと普通の人間の姿にも変身できますよね。え、ルガシ。本当に鋭いですね。では、改めて自己紹介をさせてください。It was you? 私は先代の水神が亡くなった時、ここに流されてきた純粋精霊、イディアです。は？ Oceanid, who was exiled here when the former Hydra occurred?An oceanid? イディアお姉ちゃん、すっごく綺麗。Katanya Arkon Hydra yang sudah meninggal. いきなり本来の姿で話すのってちょっと恥ずかしいですね。こんな美しい姿なんだから自信を持って人に見せられるじゃない。私にそんな勇気はありませんから。え、それじゃ今まで会った人たちって、要するに水系住民の原型となった人々はもうここにはいないんだろう。おお、ベティトゥスモーダ。
Jadi mereka cuma ambil formnya sama memori doang ya. Di alter E. Hai. Karera ga koko o detaku nattara, watashi wa karera o sabaku no hate made okuru n desu. Jitsu wa kono parts mo karera ga nukoshite kureta prezento deshita. Demo karera ga koko ni haitte kuru riyū ga totemo kini natte. Dakara watashi wa shūryū eisha tō o tsukatte karera no negai o gugen ka shita n desu. Negai o kanaeraleru no wa瓶の中でだけ。そういうことです。本当に眩しい光だな。ということは神経のコアから外れた部品は持ち主の元に戻ったわけではなかったのですね。部品の落ちた位置に関係している持ち主とエリアが具現化されたということなのでしょう。でも今パーツは全部回収しちゃったよな。もしかして彼らも。おお、まあパーツ itu jadi bagian dari jati diri。安心してください、彼らは消えませんよ。私が覚えている限りは。批評し合っても一緒にはしゃいでもいい。この元凶の中で彼らは永遠に私の友達なんです。ビュンビュン爆速車も監督のお兄ちゃんもすっごく面白かった。クレイは忘れないよ。私もだ。この不思議な冒険のことは絶対忘れないよ。さてと、じゃあそろそろホイールを再び回しますね。任せたよ、水みたいに優しいマスコットさ。ドキドキするぞ。あ、ん？まさか反応がないなんて。もしかしてこの前心境が故障したせいで力が足りないのかもしれません。ああ、やっちゃいました。さっきみんなにチヤホヤされたそばから私もずうずうしく大口を叩いちゃいましたし。身を隠せる B をください。隠れておきます。oh, jadi itu maksudnya dia kasih minta botol. Itu, omae wa sudah ni bin no naka nanda kedo na. Tuh, terus. Toshio, kore ja minna ni shinkyo no honlai no sugata o miseru koto nante dekikko arimasen. Iye, watashi ni saku ga arimasu. Gunshi-san.イディアさん、もしよかったら神経のコアにある神道玉光を貸してくれませんか。その名前聞き覚えがありますね。ちょっと待ってくださいね。オケスケ、ほらこれでしょ。え、待って。わあ、すごく大きな貝殻。ココミが言ってた古代の祭器はここに隠されてたのか。ええ、これはかつて蒙雲神社に祀られていた祭器で、神という妖怪の残骸で作られています。行き来する祈願者の願いを聞いて神気を貯めるんです。数百年前、最後の癒し織盛がこれを持ったまま戦いへと身を投じましたが、ついに戻らず、この祭器も失われていました。対になっている宝珠は玉光のあり場所を感知できるはずでしたが、玉光が神経のコアに隠されてしまうと宝珠も輝きを失ってしまいました。え、どうして。
もし奥の方の部屋に音を閉じ込めたら外からは聞こえなくなるだろう。あ、クレイわかった。この貝殻は遊び盛りで、だから反省室に閉じ込められちゃったんだね。私もわかりました。最近は神教のコアが老朽化してました。だから軍師さんは宝珠を手にここまでたどり着けたんですね。Unlike my treasure compass. 本題に戻りますね。本来神社に奉納されなくなればこの祭器はすぐに霊気を失ってしまうはずでした。しかしこの神教の中では数えきれないほどの人々が自分の願いや贈り物を残した。それらがこの祭器の供物となっていたのです。これってそんなにすごいものなんですか？はい、きっとイディアさんが神教を修復するのを手伝ってくれますよ。でも私はどうすれば？簡単ですよ。願いでこれを呼び覚ませばいいのです。例えば、私は三五宮ここみ、渡積島の荒人神の巫女です。私の願いは、自分の思考や判断を通して渡積島の皆さんや私の大切な人たちがもっともっと幸せに暮らせるようになることです。イリアさん、あなたの願いは何ですか？私の願い、私の願いはベルーリア・ミラージュにやってきた旅の人たちが、神教の中だけでなく神教の外でも本当に叶えたい願いを叶えられますようにってことです。itu skala besar banget kok yang itu。 私は知ってます。神教の外で猛スピードで走る乗り物のレールを敷くなんていうのは馬鹿げた考えに過ぎないってことも、メーモムは結局帰って学者を続けていくんだろうってことも、ゾシモスの執筆レベルにはまだまだ改善の余地があるし、フォンテーヌに戻ったら絶対にいろいろと苦労するのも分かってます。夢を追うのはそう簡単なことじゃないんです。それでも私は彼らの願いが叶うことは、ではこの夢と願いの力を存分に使ってください。Thank you.
わあ、イディアお姉ちゃん、またこの姿に戻ったね。Are you alright? チヤホヤされたからって調子に乗って、一気に恥ずかしいことをいっぱい言っちゃいました。私、生きていく勇気がなくなっちゃいましたよ。そんなことを言わないでください。とても素晴らしい願いですよ。そう、イディアさんは自分のためじゃなく、他の人のために願い事をしたんだ。私の友達の中にもそういう人がいるんだ。他の人の願いのために行動し、人の笑顔のためにたゆまぬ努力を続ける人。そういうことをできるのが一番高潔なんだと思う。それ以上褒めないでください。私本当に慣れてないんです。恥ずかしすぎます。私のようなものもこんなにたくさんの人に褒めてもらえるなんて、まるで夢みたいです。でもこれで心境もやっと元通りね。あいつの借りもちゃんと返せたってことかしら。どうしたんだい、クレイ。クレイ、突然いっぱい願いができちゃった。ビョンビョン爆速車に乗りたい。それに大きな輪っかの上に行ってみたいな。イディアお姉ちゃん、あそこに行く方法はある？方法はありますけど、全員は乗れませんよ。クレイが一人で行っても面白くないよ。栄誉騎士のお兄ちゃん。I shall not leave your side, my lady. 本当か？あれ、結構高そうに見えるけど。うっかり落ちてしまったらどうするんだ？ I thought you could fly. の、オイラはお前のことを心配してるんだよ。大丈夫、私も一緒に行きますよ。あっちに行くのも久しぶりです。Prepare to... What? How do I get there?You are suspicious, Jess. What? For object. Like this?Kita tunggu sampai ke atas. Untuk...探すなんて滑稽だからね。オプス。
Wow. おお、keren anjir。みんなを新境から送り出した後は、いつも一人でここに来るんです。新境でいろんなものを作り出せて、みんな最初はとても嬉しそうでした。でも、それらを外に持ち出せないって分かった途端、彼らは悩んでしまって、惜しそうな顔や悔しそうな顔で帰っていくんです。イディアお姉ちゃんは悲しい？たまに寂しく感じることもありますが、悲しくはありませんよ。心境を離れるとき、自分が作ったものを全部壊してしまう人もいます。でもそうじゃない人もいる。例えばあなたたちが見たあの住民たちのように。彼らは心境を離れるとき、私に頼みました。水系元霊に自分を模倣してもらって、心境にある創造物を維持してほしいって。まるで彼らの夢を見守るみたいにです。おお、なんだかロマンチックだな。でしょ。彼らが外で元気に過ごしてるのかどうかは分かりません。でも彼らは夢を叶えてこの心境にいるような自分になれたかもしれないと思うと、私はとても嬉しいんです。まるで夢の終着駅で彼らを待ってるみたいに思えて。 You are so nice, Idia。 え？そうですか。私はただ、すべての夢や願いは瓶の中にある光のようだと思ってるんです。夢を追い求める途中だろうと、すでに夢を叶えていようと、自分だけのこの光を思い出した時に笑顔でいられるのなら、それだけでいいんです。クレイは今とっても楽しいよ。それじゃあ、私もアリスさんに恩返しできたって言えますかね。砂漠ってとこはどうしたって汚い泥のスープみたいな場所ですけど。そんなこと言うんだったら、泥水精霊ってあだ名で呼んでやる。ひっ、イディアは泥水精霊だ。バッテリー、よくも私を笑ってくれましたね。ぱっくり飲み込んでやりますから。みんなに恥ずかしいところを見せてしまいましたが、運行を再開した心境はますます賑やかになっていきますから、みんなゆっくり休んでいってくださいね。 Well, we still have some dream to attend to. うん、クレイ、みんなで集まりたい。みんなで一緒にビュンビュン爆速車に乗ろう。ああ。サンゴノミヤさんは貝を持ち帰らないのか？イディアさんのところに預けておく方がいいと思いますから。今のワタツミ島には新たな宝物がありますし、それに人々の願いも少しずつ叶えられるようになってきました。ですから、貝にはこの瓶の中にある神経を守ってもらって、通りかかった旅の人たちの夢に寄り添ってもらう方がいいと思うんです。お、出てやばいか。アール村から出発するなら、キャラバン宿駅とパルディスティアイを通れば、遠回りだけどスメールシティに行けるよ。なるほどね。途中で何か買いたいものはあるか？好きなお土産を買うといいよ。私が運ぶから。手に持てる限り、どんなに重くても問題ないさ。そんなに送る相手がいないでしょ？ママに、アルベドお兄ちゃん、ジン団長、メザー、それから、リオナお姉ちゃんに、モナお姉ちゃん、イシロお姉ちゃんでしょ。不是，这歪的什么？なんで私を見るわけ？
いやいや、なんでもないよ。クレイはみんなにどんなお土産を買いたい？ね、夕暮れの実の味のキャンディ、それとキノコみたいに大きな帽子、あとね、あとね、みんなにいっぱい物語の本を買っていってあげたい。でもママへのお土産はまだ決めてない。大丈夫よ、歩きながら見ましょう。お姉ちゃんたちも手伝うわ。うん、ありがとうお姉ちゃんたち。